井のぞっこんウチナアスリート。皆さんこんにちは、ラジオ沖縄アナウンサーの杉原愛です。この番組は学生スポーツからプロスポーツまで県内で活躍するウチナアスリートを全力で応援しようという番組です。さて今週はいよいよ今日準決勝、そして明日日曜日には決勝戦が予定されています。夏の甲子園行きの切符をかけた第105回全国高校野球選手権記念沖縄大会の模様を、今日は先週行われた準々決勝のハイライトの模様をお送りします。そして今日予定されている注目の準決勝の対戦カードについてもご紹介していきます。今日も15分間お付き合いください。今月8日と9日、沖縄セルラースタジアム那覇では準々決勝4試合が行われました。まずは大会9日目、今月8日土曜日に行われた第1試合、糸満対ウェルネスの試合は、ウェルネス沖縄の投手浅戸広大選手がノーヒットノーランを達成し、チームを夏の大会初のベスト4に導きました。スコアは4対0。先発の浅戸投手は打者29人に対し120球を投げ、13奪三振でノーヒットノーランの達成です。試合後の浅戸投手、偉業達成しても次のように淡々と試合を振り返りました。周りに言われるまで気づかなかったです。やっぱりカーブですか、カーブ出すぐらいの気持ちで投げてたんですけど、いいコースに行ってて空振りが多く取れてて良かったと思います。キャッチャーに任せてました。構えたところに投げてました。相手バッターを見ながら、よく観察しながら、毎打席配球は違かった、結構勢いのある打線でして、1回戦2回戦も結構点取ってた強力打線っていうイメージがあって、少々打たれると思ってたんですけど、粘り強く投げようっていう意識で、結果がノーヒットノーランに良かったです。4日前ぐらいに先発って言われて、一人で行けるように準備しとけって言われて、とりあえずここから先が本当の勝負だと思ってるんで、気を引き締めてやっぱり体調管理を徹底して万全の状態で挑めるようにしていきたいと思います。打っては2回8番主将のギノザリン選手の二塁打を皮切りに打線が続き、3点を先制したウェルネス。ギノザ主将です。ピッチャー助けようと、必死に食らいついたらなんとか打てたので良かったです。自分の本当やることをやっただけなので、次もしっかり打てるように頑張りたいです。その下位打線は下位打線でもやることはあると思うので、しっかりそれをやるべきことをやって、チームを助けれたかなと思います。夏は自分のことからまずやろうと思って、そこからチームのことでも大丈夫かなと、信頼できるメンバーが多いので、あと13番の副キャプテンの与那覇リトラに本当いつも助けてもらってて、本当ちょっとでも恩返しできたらなと思って、やっぱ準決決勝2連戦ですし、ここからもっと強くなると思うので、そこですかね。最後は気持ちの勝負だと思うので、そこだけは負けないように全員で戦っていきたいと思います。ウェルネスが糸満を4対0で下し、準決勝に駒を進めました。続いて8日に行われた準々決勝の第2試合、オロク対興南の一戦を振り返りましょう。試合は興南高校の打線がオロク相手に爆発、10対2の7回コールドで興南がオロクを下しました。1番打者の中ほど岡選手は満塁ホームランを含む3安打7打点の活躍で大量リードを奪い、打線を牽引しました。試合後の中ほど選手、
まず走者一掃のスリーベースヒットで先制点を挙げたタイムリーを放った場面を振り返って、今日の試合はこうオロフ高校さんっていう勢いがあるチームで応援もたくさんあって、試合前にこう応援がたくさんあるのは聞いてたので、試合前にそれに飲まれないようにっていうふうに戦いました。1打席目に初球まっすぐに詰まって、そこからまっすぐを待ってたんですけど、こう変化球できてタイミングはずらされたんですけど、監督さんからいつも習ってる上から叩くっていうスイングをできたので、いいところに行ったのかなというふうに思います。中ほど選手は続く3回に回ってきた3打席目2アウト満塁の場面で試合を決定づける満塁ホームランを放ちました。中ほど選手はこの打席を振り返りながら次の試合に向けて、犠牲フライ、ツーアウトだったので、思い切っていこうというふうには自分で決めていて、その思い切り振った結果がたまたま入ったので良かったなというふうに思います。まっすぐはもともと狙っていて、で自分のイメージ通りにボールが来たので良かったかなというふうに思います。なかなか粘ってくれたので、ピッチャー体力ちょっと削ったのかな、削ってるのかなというふうに思ってて、で流れも自分たちに来てたので、流れを崩さないように振っていこうというふうに思いました。1回戦から3回戦まではいい当たりは出てたんですけど、やっぱり守備位置が良くてこう全部捉えてたんですけど、こう練習から間を抜くバッティングというのを意識して振ってきたので、今日はそれがいいようにいったのかなというふうに思います。試合をするごとにチームのレベルが上がってきて、こう気持ちの面でもしっかり上がってきているのでいい感じではあります。自分の役割が一人一人自分なんか野球にあって、その役割が自分の役割をこう自分の役割が分かっているから打てたのかなというふうに思います。自分の役割というのは、自分の役割は1番バッター出るという役割で、でもランナーがいたら自分は3番バッターも打ったことあるので、ランナーを返すっていう出る進める返すっていうのをチームが意識していることなので、それができたかなというふうに思います。準決勝は一番難しいと思うので、こう上を見ずにまずは次の相手に向かって頑張っていこうかなというふうに思います。ウェルネス高校さんはとてもバッティングが良く守備もいいので、ピッチャーも良くて総合的に自分なんかよりは上だったのかなというふうに思うんですけど、自分なんかはそれ以上に練習してきていると思うので、自分たちの野球をしていれば勝てると思います。これで準決勝に駒を進めたのは日本ウェルネスと興南。今日行われる準決勝の第一試合の対戦カードもウェルネス対興南というカードに決まり、今まさに沖縄セルダースタジアム那覇で試合が行われているところです。続いて大会10日目、今月9日日曜日に行われた準々決勝残り2試合も振り返ってまいりましょう。第1試合は沖縄尚学対 KBC 未来、7回までお互いに一歩も譲らない投手戦で無失点の展開が続きましたが、8回に沖尚打線が爆発、一挙9得点、9対0、8回コールドで勝利を収めました。試合後の沖縄尚学佐野春人主将です。相手もすごく好投手でこう粘り強くて難しい試合展開で1点を争うゲームっていうことは分かっていたので、そこでこう少ないチャンスをいかにものにできるかっていうことを終盤言い合っていたので、まあ、そこ一つのチャンスからこうつながりが出たっていうところは良かったかなと思います。チームとして1点を取るために行動するっていうことを練習から口酸っぱく言ってきて、まあ、その通りみんなが動いた結果がこうこのつながりになったんじゃないかなと思います。そして簡単な試合はないと思うので、本当にこう粘り強く自分たちの野球をやってなんとか残り2勝してもう一度甲子園に行きたいなと思います。隙のない野球で全力疾走だったりこうカバーリングだったりっていう細かなところを全員で求め合って1点1点取っていけたらなと思います。8回まで完投したエースの東恩納蒼投手です。
やっぱり相手もいいピッチャーでやっぱ崩すことは難しいと思ってたので、やっぱり延長に行ってもやっぱりしっかり無失点で抑えれば負けることはないと思ってたので、まあ、あとはやっぱりバッター陣に任せました。まあ、自分のピッチングはやっぱ一人じゃなくてやっぱりチーム全体でやっぱできてる成り立ってるピッチングだと思うので、やっぱりバックの力も借りながら、まあ、自分のピッチングをやっぱ最大限に引き出して勝利に貢献できたらいいなと思ってます。ピッチャーとしてやっぱり先頭を出したらいけないっていうのは必須だったんですけど、それで出した時にもやっぱりしっかり自分のピッチングをやっぱり信じてやっぱ投げることができてました。少し力を上げてやっぱり、まあ、追い込んでやっぱり低めのボール球を振らすっていう感じでような感じで配球を立ててました。今日みたいな8回みたいな攻撃は最初から続く相手ではないと思うので、やっぱり、まあ、点を取れるときに今1点1点重ねて、まあ、自分はしっかり0点で抑えて、まあ、他のピッチャーもまあしっかり仕上がってきているので、全員で勝ちたらいいなと思います。東恩納投手はランナーが出てもさらにギアを上げるピッチングで KBC 打線を完封して勝利に貢献しました。続いて9日日曜日に行われた準々決勝第2試合、名護対宮古の試合を振り返ります。第3シードの宮古はこの試合、エースナンバーの戸森晃生投手と新里隆成投手の2人の継投で名護打線を1点に抑え、2対1の接戦を制して準決勝に進みました。宮古はこれまで3回ずつを3人の投手で継投してきましたが、この日は2番手の新里投手が今大会最長の6回を投げ切っての勝利となりました。試合後の新里隆成投手です。まあ、先発の構成もいいピッチングをしてて、でまあ自分の後ろにショートの旬もいるので、思い切って後のことを考えずに最初から全力で飛ばして、チームに流れを持ってこれればいいかなと思って全力で投げてました。まあ、ストレートもよく走ってて全体的に腕が振れてたので、それが良かったかなと思います。1点差とかロースコアのゲームは宜野湾戦でも経験してて、自分たちの守備力からしても慌てることはないので、どんどん打たせていこうかなと思って、とりあえず自分の最高のボールを投げれるように頑張りました。まあ、最初から甲子園に行くっていうのが目標でしたので、その通過点として捉えて、また次の初戦も全力で戦っていきたいです。新人大会でも1回やってて、まあ、負けてるのでしっかりそうリベンジも兼ねて、また甲子園に行くには絶対勝ち取らないといけない試合なので、またみんなで力を合わせて全力で戦っていきたいです。いつもと変わらず自分の全力のピッチングをして、打たれることもあると思うんで、またみんなで声をかけ合いながら守ってもらえたらいいなと思います。宮古高校は宮古島から初めての甲子園出場を目指し、今日の準決勝に挑みます。今日の準決勝の第2試合は沖縄尚学対宮古の対戦カードに決まりました。ここまでは先週末行われました準々決勝4試合を選手のコメントを交えて振り返りました。この時間のご案内は杉原愛でした。